漁船風の大型船、漁船風の大型と。後ろにパラボラアンテナがある船か。どうだ、見つからないか。沖縄の沖って意外に船の数が多いんだな。識別が難しい。ターゲットを間違えるとえらいことになる。まあ慎重にやってくれ。慎重にはやるが急がないとな。女なんだいジギ。念のため私の探知能力でも探してみましょうか。しかし上空からの探知となると、アンナちゃんにブーストしてもらえばもしかして私の探知能力が上がるんじゃないかと。なるほど、素晴らしいですジギーさん。いやそんな素晴らしいですか。じゃあジギーさん、アンナの手を取ってください。はい、握手。はい、握手。あとアンナちゃんの愛もください。もちろんですよジギーさんから。もうやだ。いやー僕は幸せだな。ジギー、優しいフライトを頼む。優しいフライトを。はい、かしこまり。アンナちゃんのブーストでくっきりはっきり見えてきました。見えてきましたよ。ももこちゃん、これがさっきお話ししたアンナちゃんの能力。すごい。女、見つけました。約1キロ先10時の方向の船から微弱ですけど超能力の波が出てます。ジギーさん、すごい。どれどれ、10時の方向、10時。いやちょっと早く見つけすぎちゃいましたね。もっとアンナちゃんの手を握っていたいのに。デートの時また手をつなぎましょ。いいんですか。幸せだな。いいな、二人ともいいな。おお、あった、パラボラもある。あれに違いない。着くよ、見つけたぞ。やはり妨害工作のため海上待機をしていたか。あらまあ傑作だ。ご丁寧に M のロゴつけてやがる。教団 X に偽装か。 Y 国も意外にせこいな。まったくだ。で、どのタイプの船だ。ちょっと待って、写真送る。これだな、このタイプは。なるほど、これか。ほい、その船の船体構造図だ。参考にしてくれ。サンキュー、助かる。じゃあ、あとは任せたぞ。了解だ。オーナー、あの船から出ている超能力波はあの時のドローンから出ていたものとどうやら同じですね。そうか、あの時の犯人も乗っているか。はい。ももこちゃん、あの船がターゲットです。用意はいいですか。はい。アンナちゃん、ももこちゃんのブースト。はい、じゃあ今からはももこちゃんと握手ですね。お願いします。名残惜しゅうございます。女、右舷、左舷、どちらに回ります。フライトのご指示を。この船体図から見るに、女、ひょっとして図面苦手。そんなことはないぞ。だな。マジですか。まあ待て、なんとかする。ここまで来てマジですか。うるさいな。あ、夏目。おそらく右舷前方のここに計器類が。おお、そうか。ジギ、右舷だ。右舷へ回れ。かしこまり。私もここだろうと思っていたんだ。うん。なんだ夏目。念のためここも。ここもか。よし、わかった。あんな、あとはた、のね。お姉ちゃん、お姉ちゃん、あんな、お姉ちゃん、ただのヘリ酔いだから大丈夫。そうよね、全くだらしない。ももこちゃん、船のこことここを狙ってください。お願い。わかりました。さっきも言ったけど一点集中で計器類だけを破壊するからね。わかりました。イメージはビームで撃ち抜くイメージでしたね。そう、ビームで撃ち抜け。はい。ジギ、あまり近づきすぎるなよ。
怪しまれる。かしこまり。ももこちゃん、今だ。了解です。ももこ、行きます。行け。やったれ、ももこちゃん。落ち抜け。水深430m、 435 445 46 47。オーナー、どうです？無事海底に着きましたか？バッチリだよ。テオたちの潜水艦もすぐ目の前だ。そのようですね。こちらのモニターで確認しました。よかったです。ではこちらは無人探査機でテオさんたちに光モールスの会話続けます。ヨロー、こっちは勝手に話してるから音をモニターしてテオにこちらの状況を随時知らせて。了解です。あー、ごめんね、びっくりしたよね。ちょっとご機嫌悪いかな。ごめんなさいね。ほらジギーもツクヨも謝るんだよ。ごめんなさいにゃ。ごめんなさい。よしよし、二人とも分かってきたじゃないか。そちら大丈夫ですか？酸素が少なくなってませんか？大丈夫です、大丈夫です。問題ありません。本当に？本当本当ならいいんですけど。ジギーちゃん、酸素濃度を注意しておいてよ。わちゃ。ちなみにツクヨさん。はい、何でしょう？もう一回さっきのごめんにゃさいってやつ言ってくれません？おじちゃん、最低。なんだよ、あれ素敵だったじゃん。ツクヨさん、皆さんごめんなさい。こちら気にしないで作業進めてください。久保田さんってあんな人なのね。さてジギー、出番だぞ。こちらのマニピュレーションアームをテオたちの潜水艦に接触させてくれ。ラジオ。ジギーさん、頑張って。あ、アンナちゃん。ジギー、頑張ります。スイッチ、オン。よし、無事、アームが2本、海中へ出たな。ジギー、そのまま2本ともまっすぐ伸ばして、潜水艦の側面に接触させてくれ。ラジオ。ちょっと待っててにゃん。はい、ツクヨさんも。おう、もっとアームを伸ばすんだにゃん。ツクヨ、お前にゃんこが本当は好きなんだろう。バカにゃことを言うにゃん。なんと、あ、久保田のおじちゃん大丈夫？よし、ジギ、あとちょっとだ。ゆっくりな、ゆっくり。ラジオ。オーケー、これでテレポーテーションの準備ができた。ジギ、揺れててアームが安定しないけど頑張って。任せてください、練習してきましたから。ジギさん素敵。アンナちゃんが見てますからね。ジギ、絶対失敗しません。羨ましい、愛の力。オーナー、テオさんたちの用意も済んでます。テレポーテーションいつでもオーケーです。よし、では最初に私のテレポーテーションで手をこちらへ移動させる。アームが接触しているとはいえ海中のテレポーテーションだ。私に入れている超能力分子すべてを使ってやってみる。了解です。では行きましょう。テオさん、今からオーナーがあなたをテレポーテーションで移動させます。壁に体をつけて構えてください。オーナー、OK です。ではやるぞ。ジギ、アーム固定しておいてくれよ。ラジオ。ナムさん、テレポーテーション。隣へ飛んできたみたいだ。つくよ、確認してくれ。
了解。テオ、お帰り。ああ、待たせたな。夏目、無事テオを移動した。今度は教授の番だ。スタンバイするように伝えてくれ。了解しました。オーナー、パワーどれくらい残ってますか？やはり相当量使ってしまった。バッテリーニャンコから超能力粒子を充填しないと。ニャンコ、こっちおいで。ニャン、よしよし。夏目、5分時間をくれ。次のテレポーテーションの準備をする。了解です。父さん、5分後に父さんの移動を実行します。壁に体をつけて待機しておいて。ジギー、アーム、あとちょっとしのいでくれ。問題ありません。じゃ、よろしく。キョウコ、おい、キョウコ。キョウコ、大丈夫か？